皆さんこんばんは投資の隠れ家へようこそいらっしゃいました。さてさて今日も皆さんにとっておきの情報を提供していきますので最後までごゆっくりとお過ごしくださいませ。今日のお昼に投稿している明日の日経平均株価予想では明日は上昇すると AI が予想しているのでしっかりとチェックしていただきますようよろしくお願いいたします。それでは始めていきます。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。 さてさて今日の東京株式市場で日経平均株価は続落しました前日比214円40銭安の26,865円19銭で今日の取引を終えています1月28日以来およそ2週間半ぶりの安値となりましたウクライナ情勢の緊迫した状態が続く中で運用リスクを回避したい投資家の売りが優勢となったようです 下げ幅は一時300円を超えていましたロシアによるウクライナへの侵攻に対する懸念が強まる中、米国務省はウクライナの隣国であるベラルーシやモルドバの一部にいる米国民に対してすぐに出国するよう勧告したと伝わりました。事態が急変する可能性が意識される中で午後には主力銘柄が売りに押される場面が目立っていました。 米国連邦準備理事会 FRB 交換による早期引き締めに前向きな発言が相次いでいます米国の経済指標や1月に開かれた米国連邦公開市場委員会 FOMC の議事要旨の発表などを控えて日本株の買い持ち高を解消する動きも出やすくなっている状況です今日の朝方は自律反発狙いの買いが先行したものの買い1巡後はすぐに伸び悩み 下げに転じました昨日決算を発表したリクルートが12%安となり1銘柄で指数を76円近くも押し下げています午後には東京エレクトロンといった値が下がが下げ幅を広げました JPX 日経インデックス400は続落し我らがトピックスも続落しており前日比15.95ポイント安の1914.70で今日の取引を終えています 当初一部の売買代金は概算で3兆589億円となり売買高は13億4390万株となりました東証一部の値下がり銘柄数は1223と全体の6割弱を占め逆に値上がりは872変わらずは87となっています冒頭でもお伝えしておりますように明日の日経平均株価は一旦上昇すると AI は予想しています 毎日お昼に明日の日経平均株価を予想する動画をアップロードしていますのでぜひとも今後の投資に参考にご使用くださいませ株価の下落はまだまだ継続しますので引き続きキャッシュポジションを高めるようアドバイスをしておきます株価の底ね詰まり開示が来たらこの動画でも発表していきますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは明日も絶対に見てくださいね いいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな